やはりその放射線や除染、ね、に関する知識を有するです、ね、やっぱ専門家の方をです、ね、活用して積極的にです、ね、支援をするようなプログラムそういったものが必要ではないかという,ような提案を受けましてです、ね、県と国が共同でそういう専門家やです、ね、ボランティアのです、ね、人材派遣とそれから除染に関するです、ね、情報発信の拠点と

を設けまして、女性に関する最新あるいは分かりやすい情報展示を行うとともに、ですね学会等の協力をいただいて、ですねその専門ボランティアというのを登録をして、市町村等の要請に応じて、派遣をするというような取り組みを行っているということでございます。それから最後になりますが、ィスコミの関係についてですね。 県の取り組みについてご説明をしたいと思いますが先ほど環境省村のほかからもお話がありましたように現在一番大きな問題はです、ね、除染に伴う土壌をです、ね、保管するための仮置き場の確保ということでございます。 やはりあの住民の方はです、ね、放射性物質に対するです、ね、不安が非常に根強いということでなかなか住民の理解が得られないというような状況になっております。こういうことも含めましてです、ね、県としては昨年度からです、ね、リスクコミュニケーションの取り組みという,ようなことでいくつかの取り組みを行っておりますのでその内容について簡単に紹介をしたいと思います。一つ目はその 安全安心フォーラムというようなことでこれはです、ね、原子力学会と共催で開催しているもので2部構成で行っておりまして第1部ではその放射線のです、ね、健康影響とかですね除染の必要性等についてですね講演を行うとともにです、ね、第2部ではその対話集会というようなことで除染とです、ね、健康影響というのは2つの分科会に分けまして。 それぞれのですね参加者からですね、いろい抱いているですね不安や疑問というのをその場で出していただきまして、その場で回答するというような形での取り組みをやっております。それから2点目としましては、ですねここにはちょっと書いてないんですが、放射線除染講習会の開催というようなことで、ですね特にやはり除染を進める上ではですね地域のリーダー の理解というのが重要だということでですねそのリーダーを集めてですね除染あるいはその放射線に関する基礎的な知識をですね理解していただくとともにですね実際のその放射線の測定方法をですねそういったものを身につけていただくような講習会というようなものを開催しておりますそれから3点目はですね住民説明会へのですね 対応ということであのこれは先ほど申しましたように仮置き場をですね市町村で作るというようなことで住民を説明会をする際にですね県の職員あるいはその専門家もですね一緒に行ってですね住民に関する促進に当たっているというような取り組みを行っております。それから4つ目の取り組みとしましてはですねこれも仮置き場の関係になりますが100分は一件にしかずということで町内会長やですね地域住民の方にですね実際にできているですね 仮置き場の現場にですね足を運んでいただいて、実際の構造をその場で見てもらうと、さらにその敷地内外のですね線量の測定等をやっていただいて、距離が離れればですね線量的にもこう問題がなくなると、そういうようなことをですね実質的に体験してもらうようなですね現場視察会というようなものをです、ね、開いて、リスコミの取り組みを行っているということでございます。 まあ、リスコミについてはですね、まあ、除染という視点からの取り組みだけではなくてねやはりその健康不安ですねそういったものを解消するためのですねリスコミというようなこともやはり重要だということで県としましてはですねそういう対策として安心してですね飲食物を取っていただくためにですね身近にその放射能を測定できるようなシステムの整備とかですねあるいはその 個人の被爆線量の測定ですね。そういった取り組みもですね、合わせて、えー、トータル的なリスクコミュニケーションの取り組みを行っているということでございます。以上で説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。あ、ここぞ様どうもありがとうございました。あの県であの除染進めていきます上で、えー、そのコミュニティの方とのコミュニケーションですとか、情報提供。 仮置き場なんかにつきましては必要に応じて説明会などをして、えー、住民のこう理解を得ながら除染を進めているというような説明がございました本当にどうもありがとうございました、えー、それであのこれから、えー、っと冒頭に申し上げましたようにいくつかの国からあ その除染に関するいろんな取り組みや関わりを持っておられる専門家の方々に来ていただいておりますのであのそれぞれの方からあの簡単なプレゼンテーションをいただきましてその後パネルディスカッション方式で会場からも質問を受けながら進めてまいりたいというふうに思います。では パネルディスカッションということでパネルストの先生方からお話をいただきますけれどもまずお一方目ビクター・アベリン先生にお願いしたいと思いますベラルーシュの方で、えー、放射線学の研究機関でこれまでベラルーシュにおける汚染に深くかかってこられましたどうぞ。 ご紹介どうもありがとうございます時間の制約もありますので私の方から簡単に申し上げます除染というのは復興再生のほんの一部でしかないということです今は第5段階に入っておりますスライドに載っておりますように で社会的な保護、そして医療的な補助、そして放射線の管理、あるいは放射線、カラーハの保護ということで、科学的な根拠に基づいて、フィズビリティスタディをやって、農産品等についての対応をしていこうということです。で、できる限り放射線の濃度を低くしていこうということです。そのための放射線管理への制度を設けております。放射線の管理ということについて、一言、二言申し上げます。 これは大気中の染料だけではなく、食料品、食品中のその染料の管理ということもあります。すなわち内部曝露につながるような汚染も避ける、特に土壌が汚染しているということで、 この大気中の線量だけではなく内部被曝につながるような農産品の汚染ということも問題視されているということがあるからですいくつかの対策について触れたいと思います特にチェルノブイリの事故が起こって初期段階では農産品に関しては特に3倍4倍の濃度での線量のプロジ 増加とということがあって例えば硬期などの方法を取ったりあるいはその下水などの,その処理を行って6回7回にわたってその除染活動を行ったということでそれによってようやくセシウムの移転を減らすことができたセシウムの濃度を減らすために例えばひまわりを栽培するとかで50倍100倍に薄めることができたということです。それから で2度、例えば穀物ですけれども5分の1に減ることができたあるいはじゃがいもションなどでありますけれども放射線の,その濃度についてはそれほど問題にはならなかったということがあります。それから農業に関する汚染地域での対策の一つとしてこれは住民にも受け入れられたということがあります。 個別にもそして全体としても線量の軽減のためのいろいろな対策を打ったということがあります。